なんですか、そのオリンピックと同時にこうカジノができるとかそういうのはないんですかね、と考えてんだろうな、どうせな、カジノ構想とか。カジノ構想ですよ。だから当然だ、東京のよ、首都高速全部使って F1 とかやるしかない。うわー、かっこいいですね。かっこいいだろ、モンテカルロみたいになるじゃん。ぐる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 。あと東京湾のあそこに原発。原発です、これです。それでその電力でカジノって。あれ、フーバーダンプ作ったラスベガスとも変わってないじゃん。そうですね。うん、いよいよ、都庁。地方にね、原発任すのは良くないんで。やっぱ東京で犠牲も、リスクをしわなきゃいけないんだよ。はい。こういうラジオだってそうだよ、お前。はい。ちっちゃな携帯用原発持ってたな。ラジオ発電するわけだ。将来は電気ガンマぐらいのデカさんになるから。そうですね。携帯用原子炉ってのがあって。それでお前電力だ。だって今お前衛星上がってんだって、こんなちっちゃい原子炉じゃん。あ、そうですか。そうだ、原子力潜水艦だって、そんなでかいのが入ってるわけね。でもやっぱその原発、東京の候補地って言ったらやっぱ足立区が。足立区は停電が一番早いから。足立区からまず消えていくからね。そうですね、うん。ライフラインがね。東京空襲の時、足立区が助かったのは、まず停電した。暗くなったからですから、ね、見えなくなっちゃった。見えなかったんだ。台東区に起こっちゃったね。